どうも、中野ピロイのピロイですあの僕らねあの千葉ロッテマリーンズあの応援チャンネルなんですけどちょっと千葉ロッテマリーンズ応援チャンネル的に失格な出だし話していいですかオリックス強すぎないですか <laughs> オリックス強すすぎないですかちょっとちょっと強すぎないですかあの一旦一旦ロッテの勝敗を置いといてちょっとオリックス強くないですかちょっと強いなちょっとちょっとこれ強いなちょっと強いぞこれやばいぞ <laughs> ここへきてここへきてまだこの強さやばいぞうん やばいなちょっとやばいねうんいやー心折れる <laughs> 心折れるよマジかロッテの勝敗にいきますか8月23日水曜日ロッテ対ソフトバンク5対9ロッテ15アンダー15残塁敗戦15アンダーだったよな 15安打で敗戦、えー、今日はん、ね、といっても中森君、中森俊介投手初先発、お疲れ様でしたうーん、やっぱりね、悔しいね、初先発5回74球、被安打5、4失点、なんといっても、なんといっても中村晃選手のホームランじゃないですか。やっぱり まあ,あれは悔しいね、ちょっと今日は解説の、ね、有藤さんも言ってましたけど変化球がね少し甘めにやっぱ真ん中に落ちちゃうんですよね、中森投手本当にコントロールはいいと思うんでその変化球のコントロールですかね、うん、今日はもうソフトバンク時ホークス打者陣が低めをうまく打ってたというかね、うん、やっぱり中森投手のその決めきり 出てない変化球をしっかり捉えてたりしたかなあのストレートの、ねあのー、コントロールとかは、ね、結構いいなと思いましたけどあと中森投手はやっぱ強気なところとコントロールは素晴らしいと思うんで変化球と、まあ、その三振取れる球といいますか、うん、あとフィールディングも良、ね、かったですからね、うん、その後にもう1失点して4失点。 初黒星初,初黒星、うん、先発としては初黒星。うーん残念。その後ね、ちょっとね岩下投手は良かったんですけど東投手の最初、出花プラス東條さん、東條さん、マジか、なんかちょっと簡単に今日はポンポン打たれてましたね。 あのー、これをねすごく言いたくないんですけどあの東條さんの良しってなければ、あのー、同点だったらしいというねあの <laughs> いやーちょっとね9回のあの登、ー、場ファンなんですけどもちょっとね登場ファンつらかったですね見ててねまあマジかちょっとね切り替えてほしい1回ねこの 上がってきた直後はかなりね神ピッチしてただけに今日のね4失点はちょっと辛い、辛かったあの打撃の方に行くとねなんといっても15安打してて15アンダーしててポラちゃんが3発打ちました、今日も僕のね現地に行った試合も3発打ってくれたんですけどもなんと今日も3発17号、18号、19号なお全部ソロ15残塁ということでね。うん そしてあの今日ね、ね荻野選手に途中で代わって藤原選手が出てたわけなんですけども、ね、藤原選手がなんと途中出場で3安打、ね、これもね素晴らしいですね、もう明日はこう、えー、スタメンなんじゃないですかと、ね、あの解説の有藤さんもおっしゃってましたからね、うん、あとあの、ホークスの今日最後に出てきたあのヘルナンデス投手の荒れ玉といいますかなかなか,なかなかやんちゃな。 ピッチャーが出てきましたねちょっとね、うん、あの荒れ玉過ぎてちょっとあのデッドボール当たってあのねちょっとブロスソ投手がデッドボール当たっちゃいましたけどもちょっとロッテの野手がヘルナンデスするところでしたけどもヘルナンデス投手ねちょっと最後まで投げきれなかったんですけどもちょっとね今後もねちょ,ちょっと活躍を応援しつつ応援しつつちょっとなかなかの荒れ玉だったなという感じでございましたねうん いやなんといっても今日は十五残類十五安打してるのに十五残類からのちょっとね東投手のこの一発と東条投手の四失点これがねあーきつかったですねちょっとねうんいや明日は美馬さんそして和田投手ね美馬さん明日は ちょっとね、今シーズンまだ1勝しかできてないんで明日はちょっとビューティフルホースになってほしいホークスキラーになってほしいですね和田投手、和田投手今の防御率が3.34ていうねこれはこれも何かの縁かしら、ね。ということで明日も18時からよろしく頼みますよロッテナイン。ねということで中本ピロリでしたとりあえず中森投手お疲れ様でした。ももう次も 期待しておりますので、えー、本当にね僕、ドラフトで入った時からちょっと応援して,てあて今年の初めにやったトークライブでもあのロッテらしくない選手ということで中森投手を挙げさせていただいたんですけどその強心臓で、えー、強気なピッチングで初勝利もぎ取ってほしいと思います。ということで今日の試合の感想とか、ね、コメントよろししくお願いします、えー、ホークスファンの皆さんもこういった動画上げてますのでよろしければ、えー、試合後に上げてますのでよろしければチャンネル登録、高評価 お願いしますそして皆様、えー、10月8日に、えー、またね、えー、東京かもめトークライブ、えー、2023秋やりたいと思います「らっしゃ池袋」というね普段お笑いをライブをやっている会場をお借りしてですねじじい佐藤さんもゲストに招いてそして、えー、とロッテ YouTube をやってる、えー、メンツを集めて、えー、ロッテ大好きトークを、えー、お送りしたいと。 思いますんでそして MC には、えー、今回は、えー、僕らが一緒にラジオをやってる、えーえー、みっちゃんこと矢田澤美月君を、えー、MC に置いて、えー、僕らで楽しんでトークしていきたいと思いますので、えー、ワンドリンク付きで3000円でございますあのねあのめっちゃ安いと思います <laughs> なんで皆さんぜひ前回もねめちゃめちゃ好評いただいたので今回もぜひ皆さん、えー、っと今回は、えー、この間平日だったんですけども日曜日にしたのでぜひ皆さん えー、3連休の、えー、間の日曜日、真ん中の日曜日、池袋でお待ちしておりますということで、中野とピロろのピロイでした、皆さん、会場で会えることをお待ちしております、そしてロッテが優勝して迎えられるように、なんとか応援していきましょう、うバイバイ、えー、オリックス、強い。